仕事にしていただろうかと思うことがあります。普段何気なく使っている言葉、私にとって言葉を伝えるということは仕事というよりも生きることすべてにつながっている気がして、それは私が沖縄で生まれ育ったことと深く結びついているように思います。山田みなみワンダフルワールド。ランチの前のひととき、ちょっと幸せを発見したりきっかけを見つけてほしいという思いを込めて番組をお送りします。この後11時55分まで生放送でお楽しみください。それでは本日の南津セレクションはこの曲です。シェリル・クローで My Favorite Mistake。何ですか電話は。あ、誰からですか。教え子か。ああ。すごい。可愛いデザインだよね。うん。
可愛い。オーブン。オーブン。カデナと読谷の境に膝川という川が流れている。膝川の周りには数々の不思議な出来事が起こっているが、その話はまた今度に。地域に根ざし確かな絆を結んでいく、より良い安心と快適生活をお客様へ。ベストパートナー膝川ガス。これか。こんにちは。はい、今日もやってきました山田みなみワンダフルワールド。5月9日です。はい、今日は悟空の日ですね。あドラゴンボール好きですか？大好きですよ僕。私は小さい頃、小学生の頃見たぐらいかな。あの魔人ブーとか出ましたね。魔人ブー、悟空、セル、ご飯5点だ。あ、なんかね、これで、はい、はい、なんか性格判断みたいのもしてたんですよ。あ、そうなんですか。まあ、詳しいことは知らないんですけど。何の性格判断、誰が一番好きかの中で。お、私ブルマが好きです。チャリーさんは？あ、僕もブルマと亀仙人ですね。うん、あ、ブルマ好きなんだ。好きですよ。へえ、亀仙人、うん、この2人好きです。この2人のセットいいですよね。うん、なんか亀仙人ブルマ好きみたいな。なんかあの鼻血ブー好きなんですよ。あ、ちょっとエロいおじさん、おじいちゃん。 あれはいいですね。へえ。まあみんな憎めないですよね。うん、なんとなくみんな可愛いですね。うん、はい、宮崎かな、に、グリーンランドがあるんですよ。はい、前は三井って言われてた。ああ、はい、知ってます。知ってます。はい、最近そこ以来行ったことあります。宮崎とか宮崎県行ったことないです。私ないですか。うん、お、宮崎県と言ったら、マンゴー、ニューサマー、最近ハマってるのがこのニューサマー、ヒューガナッツ。あ、ヒューガナッツ。ヒューガナッツって宮崎ですよね。そうです、そうです。あれめちゃめちゃ美味しいんですよ。あれ、あれじゃない、スライスしてお風呂に入れるとかそういう系もしない。あの皮が、そうなんですよ、マーマレードになるので、いいですよね。はい、だし、あの普通はみかんって白い部分はちゃんと剥いて食べるじゃないですか。はい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 、だけどあのヒューガナッツは白い部分も食べれるんですよ。またこれが美味しくて。なるほど。うん、僕これみかんでね、うん、ちょっと苦い思い出があって。なんで？あのね、はい、まあ、ちょっとね、ちょっとだけエロい話になるんですけど、はい、まあ、大学に行った時ですね、うん、沖縄から、まあ、大阪っていうところに行くじゃないですか。はい、まあ、見るもの、聞くもの、結構こう新しいもの。ああ、そうですね、何もかも新鮮で、田舎者からすれば、うんうん、そしたらですよ、はい、まあ、合宿で東京に行くことになって、うん、その大阪体育大学のメンバーが、はい、
で、まあ、先輩たちと一緒に行って、うん、そしたらまあもう大人になったことだし、うん、まあ、社会見学もみたいな感じで、うん、まあ俗に言う、まあ、ストリップショー、うん、ヌーディストたち、連れて行ってもらったんですよ。あ、楽しそう。あの、はい、イメージでいうストリップショーと全然違ってたんですよ。うん、どうなんですか？よ、いい、悪い？いい。ああ、綺麗。思った以上に、うん、汚くない。肉体美。綺麗でした、みんな。あ、そうなんですね。なんでこんな綺麗なお姉さんたちがと思うぐらい。へえ。沖縄の少年は、うん、もうドキドキバクバク。へえ。もう瞬きしないでドライアイ。へえ。あれですよね、谷間にお金入れるとか。あ、そう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 。そんなのもあったんですか？そんなのもあったかな。あまりにも強烈すぎて、うん、最初見た時は、はい、ファーッと思って、すごいって思って。でなんかショーが、うん、まあ、20分やって、うん、まあ、10分休憩やって、うん、みたいなのがあったんですよ。はい。で、うん、まあ興奮してるわけですよね、うん、そしたら、うん、あのこうちょっと休憩の間に、まあ、ドリンクとか、うん、アルコールとか、ね、つまみとか出てきて、その中で自分なんか変わったのを食べてたんですよ、うん、なんか変わった味だなって。何食べたんですか？それが暗くて、まあ、薄暗、明るくしちょっとブルーのこう怪しげなものでとか、あのミラーボールがくるくる回ってる中で食べてるから、なんだろうなと、うん、最初、まあいいや、うん、何でも何でもいいや、別に、うん、お腹食べれれば、うん、これを見に来たんだと、うん、こんなのはもう、うん、なかなか一人でも見に行けないし、うん、みんなとワイワイするからいいんだと、大大のノリで、うん、でこう最後のステージが終わってはって見たんですよ。したらですよ、うん、自分の食べてるもの、うん、何だったと思いますか？ちょっとグロテスク系？ね、うん、爽やか系です。爽やか？はい。虫？あるところまでは爽やかです、うん、ね、あるところから少しグロくなります。ハチ、うん、とか？いえ、もともとは爽やかです。なんだろう、皮がついたキウイとか、まあ、あーちょっと似てますね。そんな感じ。あの、まあここではあれですけど、うん、馬さん嫌いな先輩とかいました？嫌いな先輩、ね、もう、まあ、今表面的にはいや、何ですかそれ、本当はいたのに。いないかな。まあ、いないとしときましょう。うん、僕はいない、まあ、正直に言って、うん、ね、いたんですよ。あ、なんか、はい、こう先輩なの。こいつみたいな、こいつか、こういったのは絶対だな、こらみんなみたいな、まあいたんですわ、はい、まあね、うん、でその先輩が食べてたみかんなんですよ、問題は。そのみかんをこの先輩はグッて食べて、中身取って、そのふさ皮をそのつまみのお皿に置いてるんですよね。やだ、置いてるんですよ、うん、で知らない僕は、うん、その置かれてるフサを一生懸命食べてたんですよ。ああ、もうね、想像しただけでもうね口の中が嫌だ、全てのものを吐きたくなるでしょ、うん、もう口の中のところじゃなくて全部胃の中に入ってたわけ。嫌だ。でももう過ぎたことだからね。そうですよ、うん、それもよりによってはいの誰誰はいのなんとか先輩そう、うわーみたいな。ああ、もうね、見た目的にも嫌な先輩だったんですか？それは見た目的はちょ、まあ、ちょっとキザオみたいな。ああ、まあ、まあもうね、なんか講習がする人とかではないですよね。え、講習がする人みたいな。いや、そんなのでは。あ、じゃあいいんじゃないですか、性格的に。うん、だったらいいんじゃないですか。いや、講習がの方がまだいい。なんかこれでちょっとなんか口の中がいつも粘りっ気のある先輩とか、いやいやいや、ちょっと口の隣に白い泡がついてるとかなんかそういう先輩のだったら私は嫌かも。なんかリアルに。まあ性格的に嫌いな人だったら別にこの食べる口にするものいいんじゃないですか。そうかな、うん、まだ覚えてますよ、僕二十数年前も。でもだからまあ確かによくさ、うん、こうやってふさ出す人いるでしょ、うん、みかんの、はい、
これ見るたびになんか思い出す、フラッシュバックして。あああんま見ないです。グレープフルーツとかだったら皮むいたりするのは分かりますけど、ね、このねおじいちゃん、うん、ふさ置いて捨ててたんです。へえ、ふさの闇が できてたんですよ、みかん。なんであれふさ取るんですか。なんか邪魔くさいんじゃない。へえ、あの中だけ食べたいっていう。そうそうそう、欲張り。だからね、僕思ったんですよ、うん、はい、こうあまりにもその強烈的だったために、うん、目の方が、うん、視覚がこうそこに行ってしまって、あ、味覚どころじゃないと。あ、食べ、なるほど、普通に食べれば、うん、何みたいなので分かるんでしょ。うん、もうね、みかんの思い出といえばそれですね。あんなのなかったですか。なんか歯ブラシの貸し借り。女子、いや女子いつかな、中学校か高校かな。ザ女子、え、これ何、歯ブラシ忘れた借りるみたいな。ああそういう系、うん、あ、それだったらまだ、え、ありですか、うん、あんまりしない。私最初これ聞いた時、この隣でこの会話をしてるのを聞いた時にだいぶ抵抗があったんですよ。一応口に入れるものを家族でも私嫌ですね。家族でもね、うん、うん、って思ってたんですけど、うん、あ、こうやって貸し借りできるもんなんだって思ったら、いや、まあいいかなーって。口って結構雑菌が多い、一番多いって言うじゃないですか。うん、なんか、さっきの歯ブラシなんですけど、うん、僕歯ブラシの使い方が、はい、なんか結構みんな歯ブラシ使っていくと毛がふにゅってなりますね。ね、僕ならないんですよ。私もあんまりならないかな。なんでこんななるのかなって思ってた。ああ、みんな結構こう。がっつり、あ、私ちゃんと歯茎用の歯ブラシと普通用のありますよ。ああ、え、そうですか。山本さん歯綺麗でしょ。まあ普通ですかね。いやいや綺麗だと。女優の命ですよ、歯。歯は、歯、ああ懐かしいですね。アパタイトだったっけ。アパガードだ。アパガード。うーん、そうですよ。は、あと歯磨き粉の細かいんですけど、こうしてチューブピューって出すじゃないですか、うん、それをこのチューブの出口、うん、吹き出し口に綺麗にこの歯ブラシをつける人、私あんまり嫌だ。意味わかりますか。わかるわかるわかる。なんて言うんですか、この歯磨き粉だけをうまく下につけないで、あ、はいはい、取り出してほしい。それやるんだったら、うん、歯ブラシがあったらこう根元からじゃなくて先っぽの方にやってこう、あ、そう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 、さみたいな。そうそうそう、それが、はい、逆がいるじゃないですか、たまに、はい、いるの、うん、いますよ、はい、うわっってなる。あんまりつけない派なんですよ。おお、はい、なんか、うん、で聞いたんですよ、うん、あの衛生士の方から、はい、そんなにつけなくていいよって。うん、みんななんか歯ブラシ根こそぎグワみたいなやつ。あーがっつり、うん、あれテレビ効果ですよね。ですよね。うん、歯ブラシの付け方でもね、あれ、はい、ちなみにどうやって立ててます。立てる、歯ブラシ立てないといけないでしょ。あ、お家でですか。で、あ、なんか立てるやつがあるので、あ、それにポコンと洗面台の、はい、こう開けてドアを開けるとここに、すごいね、はい、立てるのがあるよってところに、お父さん、お母さん、私で、私の歯ぐきをみたい な仲良くそこに一列に並んでるんです。一個ずつ開けて。ああ。うん、まあ理由はないんですけどね。ああ。で、私の母親がまた細かくて、ああ、歯ブラシをこのドア開けて置く前に、うん、ちゃんとこの歯ブラシの下の部分あるじゃないですか。うん、下を拭いてから立てなさいって言うんですよ。ああ、これ普通？そうじゃないとこのしまうところにカビがたまるから、カビがたまる、そうそうそうっていうんですよ。なんとなくわかる。わかりますか。わかるわかる。だから気になるんだろうね。うん、口に入れるもんで、気になってるはず。これずっと使うからっていうので。どれぐらい磨きますか。2分ぐらい。あ、僕たち家族結構長くて、へえ、妻長いんですよ。何分ですか。
分以上やってます、ね、そんなに、うん、そんなに、うん、夜は10分夜はへえー、ね、このマイワイフは、はい、やりながら本とかやる人なんですよ。ああながらながらなんです、うん、結構長いんですよ。へえちなみにやったまま寝ますよ。忘れてソファで、え、食ってかわいい突っ込んだままこれ翌日気づくではないですよね。いやもう途中で抜いてあげるんですけど、はい、かわいいそうやりますよ。へえ。まだソファーのままだったらいいんですよ、うん、ソファーを持ち上げながらこうやって、うん、なんかシャカシャカの音が聞こえなくなったなと、だんだんシャカシャカちょっと経ってまたシャカシャカってあ起きてやってるの、だんだんこの回数の間隔が空いて、うん、でまあ結構寝てるんだと思って。へえ。座ってるから取りやすいじゃないですか。あでこれが寝た場合、うん、ちょっとあれですよ。そうですね、寝ちゃった寝ちゃったら寝る体勢に入ったらそう寝るとね、うん、噛むんですよ歯ブラシを。ほで抜こうとしたらクッて噛むんですよ。あこの人こんなに歯の力強いんだと思った。結構頭まで持ち上がりますよ。そんなにおいおい面白い。そうですよ、めちゃくちゃ長い。寝ながら歯ブラシしかも10分か。結構長いです。夜は長いですね。へえ。まあいろいろね人によってね、はい、歯ブラシのタイミングとかいろいろあると思うんですけど、はい、ではメールの紹介いきますか。はい、でメールいきたいと思います、はい、はい、まずお名前ジュークボックスさんです。はい、綺麗な、うん、これは、FM2 来のスタッフブログに来ていました、はいはい、チャーリーさん発見、はい、キューティーモンスターズのゆうきです。お知ってますか。知ってます知ってます。ほらキューティーモンスターズ行ったじゃないですか。ん、あのダチビン買ったところですよ。はダチビンを買った、はい、ヨシキが名前一回言ってしまった。もう一回ヨシキが、あ最近見かけませんが一段と黒くなっていませんか。近いうち乗り込みに行きます。ラッキーセブンでしたっけ。あそうそうお父さんはね。あラッキーセブンといえば痛い叩かないで痛いもう怖い。じゃ次行きます。もう痛い待ってますよ怖いよ。次行きます、はい、ラジオネームがシャボンシャボンさんです。こんにちは。台風が接近していますが、はい、この時期野外でエクササイズするのは気持ちがいいものですね、うん、チャーリーさん南さん毎日何らかの運動をして体をシェイプアップしていますか。はい、研究によると、健康で長生きするためにエクササイズをしたいという場合は、体を動かせば何でもいいというわけではなく、ある秘訣があるそうです。はい、海外の新聞、ザ・ニューヨーク・タイムズ、ウェブ版の記事を参考にお伝えします。はいはいはい。運動量の目安は週150分だそうです。週150分。週に150分。ということは例えば1週間で5日間、うん、1日30分ずつエクササイズをすれば、うん、そのガイドラインに達成することになります、うんうんうん、エクササイズといっても、うん、ジムでの筋肉運動ではありません。ここではウォーキングやジョギング、水泳、エアロビクスなどの有酸素運動が基本です。あ懐かしいですね。うん、米国で行われた研究でエクササイズの量と寿命には具体的にどのような因果関係があるのか調べられました。その結果、健康を保ち寿命を延ばすという意味では、はい、毎日中程度のエクササイズをすることがおすすめだそうです。普通そんなにもうがっつりやらないってことですね。最も効果的なエクササイズ時間は、はい、ハーバード大学などが行った前途の研究によると前述か早期死亡率が一番高かったのは、うん、全くエクササイズをしないグループ、うん、だから、うん、運動しなくても太らないのが自慢では健康面では全く自慢にはなっていません。なってないんだ、うん、でも時間がないから週150分は無理という方、はい、ご安心。
ガイドラインに達しないエクササイズ量でも早期死亡率は約 20% 減少したそうです。お、うん、450分は 7.5 時間ですので、うん、週5日週5日1日 1.5 時間ずつエクササイズすればいいことになりますね。うん、450分って 150×4 か、うん、違うや、 150×4、 3週間ってこと、うん、450分を出してるのは、社会人には多少難しいかもしれませんが、はい、早朝と夕方にエクササイズすれば実現不可能な数字ではありません。うん、以上、健康と長生きに最も効果的なエクササイズ時間と方法を紹介しましたが、いかがでしょう、うん、エクササイズすると体が引き締まり健康にいいのはもちろん、うん、精神的にはうつを予防したり、うん、ストレス解消の助けになったり、いいことがたくさん、うん、通勤途中にバス停前で降りて、一つ前のバス停で降りて会社まで歩くだけでも立派なエクササイズですよ。読みそらさん、コツコツ頑張っているみたいですが、このコツコツが大切みたいですよっていうことです。そうですね、うん、続けるっていうことが大切ですね。うんうん、うん、そうですね、それが結構難しくなってくるんですね、仕事が入ったりすると。うん、はい、うん、どうですか。そうですね、最近は、最近やってるのが、はい、ベンプレやってますね。ベンプレ、お、ベンプレ、ベンチプレス、何キロ持つんですか。20キロ。うーん、片手で、片手20キロ。あー、これどこに効くやつやってるんですか。大胸筋、うん、と脇の間、上腕の二頭筋、あー、後ろの、 僧帽筋っていう、僧帽筋、肩甲骨じゃなくて、あのここを斜めに引っ張ってるやつです。うーん、お坊さんの僧帽、うん、坊は坊主の坊ってことです。あ、うん、層の層ですね、人弁の、おお、なんか袈裟掛けみたいになってる筋肉があるんですよ、肩から、うん、グッと、はい、真ん中にね、そこの筋肉が鍛えられる、うん、へえ、これを鍛えたらいいんですか。体型的になんかね、うん、あれですよ、うん、椎間板とかだん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 体が前にこう、あ、体重がある一定にこう、はい、まっすぐかかってると重心が負担はないんだけど、うんうん、どこかに偏り出すと椎間板をこう痛めやすくなってくる、年齢とともにっていうので、その後ろの筋肉を鍛えていく、うん、なかなか後ろの筋肉って鍛えにくいじゃないですか。そうですね、で結構20キロって、うん、まあまあ20回ぐらいで結構持ちにくくなるんですよ、うん、でもびっくりしたのは、はい、あの前お相撲さんの、うん、なんか相撲部屋巡りっていうのがあって今、はい、お相撲さんを目当てにしたガールズグループがあるの知ってます。ああ、なんて言ったかな、相撲場、わかんないです。遠藤選手のファンだったら知ってますけど。あ、え、遠藤ってあの遠藤の、あのお相撲さんの遠藤です。ーガールズファン、そうそうそう、なんか最近そういうのが出てきたらしいんですよ、なんか雑誌とかもいろいろ出てきて、うん、でそこでその女の子たちが回って、うん、まあちゃんこ食べたり、うん、その稽古を見たり、へ、男と男のぶつかり合い、あ、間近 で、 でその中で、うん、なんかベンプレをしてたんだけど、うん、40キロの40キロですよ、うん、のベンプレを片手でやってたわけ、うん、クイ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 、あ、すごい、40キロって言ったらまあまあ中学1年生ぐらいの女子の体重でしょ。それを平気でカッ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 ってやってたわけ、うん、すげえ、すげえ平気で俺20キロだぜみたいな。いやでも体格も違いますからね。そうだよね、で毎日やってるんですよね彼らは。なら40キロ持って、そうだよね、うん、やるのがもう日課なんじゃないですか、ね、うん、ちょっとねかわいそうだったのはやっぱり、はい、あれだけ食べるわけでしょ、うん、食べて寝るときにどうしてもこの気道を抑えてしまうと、はい、無呼吸状態の部分があるから、そのために、うん、あの医療のねこれマスクをつけて寝るんだっていう。あ、そうなんですね、うん、大変ですよね。大変だ、気道が閉じるんだ。そう、お相撲さんね、うん、お相撲さんだけですかこれは。でしょうね、体大きくなるとやっぱりそうやって気道を防ぐのが出ていびきが出たりとか、うん、体大きい人結構そういったのが
ね、他の人と違ってあっていうのもよく聞いたしますけど、誰か今までお相撲さんとどこかで一緒になったってことあります？ないですね。ないですか？はい、もう相撲はないんですけど、うん、タイガーマスクというタイガーマスク知ってます？知ってます、プロレスラー、はい、うん、現役ですか？いや今もうだいぶ前ですよ、うん、で飛行機で、うん、それのあのいい座席があるじゃないですか、なんかリクライニングがついた、うん、何でした、ビジネスでした、何でした、エコノミーじゃない、クラス J とかですか、はあ、なんかそこのちょっとワンランク上 の、はい、広めのシート、そう、うん、もらったんですよ、はい、いやキーと思って、うん、でそこ乗ってたらやっぱり周り見渡すとみんななんか少しお金持ちそうな人が結構いますね。あ、乗り慣れてますよね。そうそうそう、うん、なんかもうなんか自分の世界に入っていろいろやってます、うん、そしたらなんか座席から肩が見えるわけ、うん、別に頭のちょこっとでしょ、うん、見えるって言ったら、はい、そしたら自分後ろになってて前の方になんかマスクをかぶって肩から出てるやつがいるわけ、はあ、でかと思ったら、うん、タイガーマスクでしたね。常にあれマスク、はい、余計目立つんじゃないですか。目立ちますよ。でもビジネスってなんかみんなそのサインちょうだいとかそういったのもなく、うん、あいるねみたいな感じ で、うん、ずっと自分観察してて何するんだろうって、うん、トイレ行ったんですよ、うん、目立つな、目立ちますよ長いトイレが長い、ごめんなさいタイガーマスクなんか身なりを整えるのに時間かかったって感じですかね。でしょうね、きっと。やっぱ暑く、うん、暑いと思いますよ。と思いたいですね。大変だなってなんか感じましたね。うん、あと、はい、あの電車で、うん、ね、お相撲さんと一緒になったんですよ。うん、やっぱりなんかすごく横もあるけど高さもあって、うん、あ本当にひょいですよね。ひょい2メートル8センチぐらいのなんかお相撲さんだったんです。ヨーロッパかモンゴルかのお相撲さんで、はい、なんかかがんでましたよね電車の時。へえ、あドアのところで、ドアのところ、ああ身長高いですよね、お相撲さん。なんかね、うん、まあ羨ましいのもあるんですけど、うん、まあ、大変だなっていうのも、うん、独特のあの香りがなんかお相撲さんだなって思うんですよ。あの紙につけるやつ何でしたっけ？瓶を言うあれね。うーん、あの油ね。はい、なんだっけ。そうですよ、ね、はい、思い出せないので次行きます、はい、ラジオネームは、はい、読谷の空さんです。あ、はい、読空さん、読空さん、読空、読谷上空雲に覆われていますが日差しも、来週から台風が来そうですが皆さんの温かい応援を背に受けて、うん、風の日も雨の日も、うん、まあ無理せずウォーキングしています、うん、どこのどなたか分かりませんが気持ちが温かくなります、うん、メッセージをつなげてくれる南さんの声も嬉しいです。自分も誰かに人知れず元気を与えられるように何かをしていきたいと思います。ああ、おリクエスト、うん、何でしたっけこれ、上海シャンシャン台風の愛よりも青い海。いい歌ですよね。そうなんですね。これは誰が歌ってる歌なんですか？シャンシャン、あシャンシャン台風っていう方の歌なんですね。メンバーの歌。あなるほど、すいません知らなかったんですよ私。あそうですか、シャンシャン台風って、はい、これ、うん、なんか 何の話してるのかな。 JAL の、はい、沖縄なんかの、うん、なんかテーマ曲になってましたよ。え、ちょっと流してみてください。何、うん、ね、だろう、はい、有名でしょ。ちょっと BGM でこの歌流したいと思います、うん、いろんなところで流れてます、ね、あれ、ロマン飛行とか、はい、テーマになってた、うん、うん、シャンシャン台風、はい、うん、
そうなんですね、はい、今日もシャボンシャボンさんから、はい、読みたんのそらさんへメッセージがありましたからね。メールとメールのやり取り、ね、ちょっとこれは面白いですね。ね、うん、でなんかやっぱり、うん、こういう読みたんのそらさんからスポーツ関係の話が出てきて、うん、結構スポーツネタが増えました ね、 あ、そうですね、うん、これからもぜひ ね、 そうですね、健康なスポーツネタ、スポーツいいですよね、うん、体動かして、うん、私いつかトライアスロンやりたいです。人間の極限の走る、泳ぐ、漕ぐ、超人技やってみたい。 Stay foolish Stay foolish? 愚か？え？またそんなこと言って。じゃあ、叩いてるんですよ。何を？愚かじゃなくて、愚かじゃなくてバカ者。あ、バカにならないとできない、うん、極限ですよね、うん、だから人間のその常識を超えないとできないものなんだよ。あの芸能人のヒロミもあのトライアスロン毎年から出てるんですけど、なんか芸能活動がからちょっと離れた時に、うん、このトライアスロンとかもういろんなマリンスポーツとか、うん、もうとにかく遊びに、うん、もうめちゃめちゃ熱中したらしいんですよ、うん、もう遊びを楽しもうみたいな感じで、でそこで出会ったのが、うん、トライアスロンだったらしくて、泳ぐ、走る、漕ぐ、この最高なこの3つが組み合わさったものって言って、でその練習をするって言ってジムに通ってたらしいんですよ、うん、でもジムに通うってお金がかかるじゃないですか。だったら自分でジム開けばいいんだって思って、これ前も話したかな、した気がする。で自分でジムを開いて、自分のジムを開いて、でそこでだったら自分も通えるからって言って、じゃあジム持ってるんだ。持ってますよ。東京に何店舗かありますよ。はい、今素晴らしい経営者だ、うん、そうなんですよ、経営者。そうです。最近またテレビ出てきてますよね。出てきてますね。うん。ヒロミ面白い。以上。なければ作ればいいっていう。イオさん好きだったんですよ。あ、そうなんですか。イオさんが？イオさん、松本伊代、奥さんですよ。ああ、そうなんですね。あ、知ってました。なんとなく。なんとなく。あ、もともと松本伊代がヒロミを好きだったってことですか。いや、どっちでしょう、逆だったんじゃないですか。どんなでしょうね。気になりますね。松本伊代さん好きでしょ。松本伊代で気づいたんだけど、うん、はい、僕 YouTube 結構いろいろ見るじゃないですか、うん、はい、で、うん、またちょっとハマったのが、うん、小林あさみ。小林あさみ、どんな人ですか。あのね、雨音はショパンの下でっていうガゼボの曲があるんですよ、うん、それの日本版を歌った歌なんですけど、うん、小林あさみさんっていう、まあ、女優でよく、うん、彼女にが出てきてアンニュイっていう言葉が出てきたんですよ、うん、アンニュイなんかこうなんか秘めてミステリアスな、うん、で資生堂の、まあ、コマーシャル抜擢されて、うん、まあ、それでいろいろその化粧品の関係もあったんですけど、彼女が、うん、松田優作、うん、と共演した映画があるんですよ、うん、有名な野獣シスベシ、うん、知ってます。わかんないです。わかんないですか、うん、松田優作は知ってます。知ってます。有名ですよね、はい、今息子もね、うん、松田龍平、龍平ね、うん、松田この優作が、うん、あの銀行強盗のになるんですよ、うん、そこで顔を見られて、うん、でそれを知ってしまう彼女は、であなただったんだみたいな感じで、うん、なんと拳銃で撃たれるんですよ、心臓一発。あら、もうこの最後のシーンが、はあ、もう、あ、これ最後なんだ。まあ最後ではないんだけど、なんかみたいな、普通みたいな感じ。へえ、うん、あ、小林あさみさん、後で検索してみてください。はい、ちょっと調べてみます。あ、多分見たら、はい、うん、ああって分かると思いますよ。分かりました。
では、はい、皆さんも聞いてみてください、はい、次いきます、はい、ラジオネームが、うん、今日は会社休みますさん、はい、はい、アシックス直伝、これからスポーツシリーズ来てるじゃん走る人のためのランニングの極意がありましたのでメールします、はい、ステップ1、ランニングシューズの靴紐をすべて緩める、うん、試着時だけでなくランニングシューズを履くときは必ずすべての靴紐を緩めましょう、すべて緩めてから足を入れインソールと足裏とのフィット感を確かめます、はい、なるほど、うん、ステップ2、かかとを地面に叩きつけるようにして足を合わせる、うん、まだ靴紐を緩めてない状態でかかとを床に叩きつけるようにトントンとします。こうすることでランニングシューズのかかと部分と自分の足のかかとを合わせます。ここのフィット感はシューズ選びでかなり重要なポイントです。へえ、そうなんだ。ランニングシューズのかかと部分は、うん、はまりにくいので強めに叩きつけて OK です、うんうん、ステップ3、うん、靴紐を上へ引っ張ってから内側へぐっと寄せるようにして締める、うん、ランニングシューズをただ履くだけではなくて、うん、小さなことからこまめにやる、うん、それが走ることの意欲にもつながっていくと思います。うん、あ、中学くらいから分かっておけばね、チャーリーさん、みなみさんは靴の履き脱ぎどうしていますか？ついつい面倒でダダダダってやってしまいがちですが、以前とっても丁寧に靴を脱いで履いてる人を見たので少し感動したのを覚えています。では番組楽しく聞いています。先週エンディングが、今日会社休むので頼みますそうでしたね。そうでしたね。申し訳ないです。はあ、どうですか？でも本当急いでる時って私もダダダやっちゃいますね。うん、余裕がある時は歩きながらやる。やりますね。でちょっとかかとで直して。うん。あれでもね、そうですね。見られると良くないかもしれないですね。服あんまり靴履かない派なので。え？あ、スリッパ？結構。ああ。職場で、ああ、そうですよね。だってよく脱ぎ履き、脱ぎ履きするから。でもあの靴の紐締めるのは好きなんです。一つ一つ気合を入れて、こうやって下からこうゆっくりです。あ、その時間なんとなく好きです。それのやるのを見るのも好きですね。なんか確かになんとなく、そこはでも丁寧にやりたいですね。ねえ、うん、足っていうか足は第二の心臓って習ったんですよ、大学の生理学の時に、はい、うん、まあ、見えてる心臓ともう一つ、うん、こう一番汚いところに触れてるもの、うん、でもそれが、まあ、接点となっているんだよっていう、うん、あ、だから大切にしていかないといけないよみたいな感じで。じゃあその足に関わる靴も大切にした方がいいよと、うん、よね、そうそう、そうですね、確かに。皆さんもぜひ靴、うん、ね、ちょっと一日ゆったりできる時があったら、うん、ね、靴について考えてみたらいいんじゃないですかね。そうそう、 ある俳優さんなんだけどね、はい、その靴の話になった時に、皆さん靴どれぐらいの周期で洗いますかっていう話題になってたわけ、うんうん、どれぐらいの周期で洗います？まあ、運動靴、まあ、革靴は洗えないので。ああ、運動靴、うん、私買ってから洗ったことないなですか？はい、その人ね、うん、3日に1回洗うって言ってました。多すぎじゃないですか？ですよね、うん、縮まる、縮まるよね、うん、で、なんでかって言ったら服と一緒だって言ってましたね。服って3日つけて、うん、皆さん洗いますよねって。だから自分も、うん、靴も洗うんですよ。へえ。洗う靴が、まあ、デッキシューズみたいな生地っぽいやつで、うん、だから素足で履いて、なるほど、洗うから素足でも履けるね。これなんか 新しい感覚でした。うん、まあ、そんなにこまめに洗ってる。確かに。気合い入れますよね、うん、洗う時、うん、なんとなく乾くのを考えながら。そうですね、洗わなかったら確かに臭くなるな。ちょっと考えよう。
ね、はい、では次行きます、はい、はい、ラジオネームがチューリップ FM さんです、はい、エンディング先週聞けませんでした、リクエスト、はい、チャーリーさんいいですよね、あのアルジャーノンに花束をで流れてる曲をお願いします、あすみませんアバウトで新聞見ましたよすごくでっかく写っていましたね、いい感じですね、生チャーリーも控えめで渋いじゃないですか、ありがとう、わらわら写ってましたね、写ってましたね、はい、あのアルジャーノンに花束を、うん、いい感じで、僕最近あの好きなドラマが、ね、ラブザの花束王の、はい、このヤマピーが出てるやつと、もう一つ、ようこそ我が家へっていう相葉くんが出てる、あもう怖いやつですか、ちょっと、犯人が出てくる、なんかそれちょっとハマってます、ね、なるほど、最近ドラマ見てないな、私最近なんかいい感じの、なんかテレビ番組、あ変わったのでですね、Eテレやりましたね、Eテレ、はい、NHK の中で、はい、あの番組プロデューサーが対決するのがあるんですよ、5分間のドラマを作って、うん、でそれで2つを5分間ずつ見せて、うん、でモニター視聴者からどちらが良かったかっていう、うん、あー面白い、うん、なんかこの前やってるのが携帯奉行、うんうん、よく鍋奉行とかでしょ、なんとか奉行、はい、すき焼き奉行とか、うん、あれの携帯奉行っていうので、うん、マツケン、マツアレダケンカ、でもう一つが、ことわざカフェっていうので、うん、このぬくみつさんっていう方がやって、たった5分なんですよ、うん、テーマ、うん、でどちらかがっていうので、まあ、あのモニターの方々の投票によって決勝に上がっている、うん、面白い、面白かった、これいつやってるんですか、ね、いつでしたかね、水曜、うん、11時から、平日午後11時、うん、午後11時でコメンテーターが良かったですよ、うん、コメンテーター男性のコメンテーターと、はい、もう一人女性のコメンテーター、この人面白いコメントするなと思ったら、うん、あのお相撲の、うん、千代の富士の次女、うん、はい、秋元梢さんという方、うん、なんか面白い、あいいですね、じゃあちょっと今度見てみます、はい、最後のメールいきます、はいはい、ジャッジですね、はい、ラジオネームが、はい、泣き人ラジオさんです、はいはい、エンディングが愉快な会話のままエンドでした、先週ですね、あれがなきゃダメよ、ダメダメ、なんか懐かしい久しぶりに使えましためっちゃ懐かしいですね、もう懐かしい言葉になりつつある、懐かしいな、うん、本当に最近、うん、でも今でしょうはなんか結構ずっと使われません、うん、なんか使ってしまう、ね、うん、さっきのね、あのテレビ番組になるんですが、はい、アルジャーノンに花束をっていうのは、はい、ちょっとあの頭に障害を持った男の子が、うん、手術を受けてその脳が活性化しているなってるんだけど、うん、その感性はそのままなんですよ、はい、感じ方、うん、人を好きになるとか、うん、それから優しいと思うとか、うん、それはゆっくりなんだけど、うん、あの知性、うん、物を覚えたりとか、うん、それから数学的要素はどん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 発達していくわけ、うん、でもその心はまだ幼いままみたいな感じ、あ心が発達しないんだ、うん、っていうのの中で一つちょっとあドキって言ったのが、うん、あのそのまあ、差別的な言葉でね、お前は友達じゃないよ、はい、言うんですよ、うん、その知恵頭に障害を持った男の子に対して、うん、だからこの男は僕は普通になりたいって、うん、普通になって友達になりたいっていうのを言った時にね、なんかとっても何かしら壁を作っているいろんなものがいろいろあるんだなって思ってたんですよ、人間の心の中に、うん、でそれを同じ同僚の人と話したら、うん、いやまだ日本はいいですよっていう話で、うん、この人はあのバングラディッシュっていうところに行ってて、うん、そしたら例えばね、うん、テーブルで本がこう落ちるとするのバサッと、はい、
で通りかかった人が取らない、うん、つまり取ってあげるっていうものの習慣がないんだと、うん、それはいい悪いじゃなくて、うん、でも日本だったらまあ近くの人がね、うん、取ってあげる、うん、あげたらありがとう、あーそうですね、うん、じゃあありがとうっていう言葉ないのって言ったら、うん、あまり使わない、へえ寂しいね、うん、海外に目を向けていった時にやっぱり文化ってその国のいろんなものがこうあるんだなって思ったりしてですね、うん、ああ、うん、難しいです ね、 ね、こっちではいいと思ってることでもあっちにとっては良くないっていうか、うん、そんなの知らないとかありますよ、ね、うん、あの山田さんあれあるでしょ最近、イギリスあと1分半え？もう終わりですそうですか、はい、あ、え？ですよね、あれですね、エンディングですか、ですよね、はい、さっきその合図だったんですね、そうなんです、じゃあ続きはこの話の続きはまた来週ということですね、はい、はい、席89度15分 50.8 秒、それが今の北極星ポラリスの位置、宇宙の中では小さな星でも地球にとっては大切な星、動くことない道しるべ、北半球どこにいてもポラリスを見ればそれは北、位置がわかる。それでも道に迷うことがある。選択に迫られたとき、壁にぶつかったとき、心の中で迷う。そんなとき、何が道しるべになるだろう。光を照らすだろう。もしかしたらそれは生きていく中で出会う人かもしれない。ポラリスと同じく人も光をもたらす。世界では一日に49万人の子供が生まれる。ハートのある人になってほしい。世界を照らす光になってほしい。北谷町 FM2 来からお届けした山田みなみワンダフルワールド、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの後のセレンディピティ507をお楽しみください。さようなら、さようなら。あと2分あります。うん。あ、喋るのがですか。うん。58分。よし。じゃあ移動して。はい。まあこれいつも切れたり切れなかったりするから微妙なんですよね。で、なので、連絡しました自分。58分に設定してくれって。あ、58分にしたんですか。うん、じゃああといつもだったら58分に終わりにしたらいいですね。そう。わかりました。じゃあ次から58分で、はい、自分あっちの時計見て、私あっちの時計見てやばいと思ったけどこっちは大丈夫だからなんだろうと思って、でもなんかでそれはいい悪いではないんだって、そういうふうにそんな文化だから、うん、だからなんか車がパンクしたり、なんか車後ろから教えても誰も後ろも教えてくれないから、うん、なんて冷たい国なんだってって思いますよね。うーん、価値観の違いですかね、うん、これは。そう、完全に価値観、うん、だから聞いたわけ、ありがとうってなんて言うのって言ったら、うん、ありがとうなんて言うの、こっからありがとうはなんて言うんですか。ありがとうはクライマス、クライマスで、はじめまして、はじめましてはなんかイスラムのアラスマス、アラスマスとアラスマス、アラスマ、アラスマスで全部通じるんだって。へえ、まあ、こんにちは、ようこそって、久しぶり、全部そういう。何の話だったかな。来ました。終わりました。あれ。ハロー。あ、なんか髪切った。そう。髪切った。はあ。
もう髪は伸ばさないんだ。違う、あ、色も変わってるかも。もう変わってないよ、うん、長さ切らないでくださいっつったのにめっちゃ切られた。あの似合うな、なんか短いのも。さあ、はい、治りましたか？全然治りました。ちょっと、わあ、アジサイだ、すごい。そう、まあ、春です。あ、我が輩に？マジ？わあ、嬉しい。そんな2週連続もらえる。まあ、食べられるから、母の日が近いから、これしかないし。あら、嬉しいです、はい。ありがとうございました。これが一番で。ぴょんぴょんぴょん。はい、一番。はい。さっきのこれ。あ、南さんですね。これ、さっきの。あ、うん。高橋さん、はい、いきますよ。あと15秒。15秒。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。何番でした？一番でした。え？一番です、一番。すごいな。面白そうだね、これ。学園って。何ですか、これ。八木正男先生。ああ。八木先生の公演？なんか新聞載ってたよね。そう、沖縄園芸学園。いいね。6月に行こうか。へえ。探していますもちょっと気になるけど。え、大丈夫かな。始まってますよ。あ、上げますよ。はい。上げます。身長低くない椅子椅子上げた方がいいでしょ。なんかさ、カメラも低かったしマイクも低かったからちょっとこれさ、なんかちっちゃくなったのに、めっちゃ低いでしょあれみたいな。もうこれぐらいがいいんだけど。よし、オッケーよ。皆さんこんにちは。5月9日土曜日、時刻は12時を回りました。セレンディキティ507、担当は小ジャ、若菜、山田みなみ、チャーリーで、この1時間生放送でお送りします。広げたままじゃ持ちにくいから、君はそれを丸めてしまう。丸めただけじゃつまらないから、君はそれを覗いてみる。小さな丸い穴の向こう、笑っているいじめっ子、知らん顔の女の子、光っている先生のハゲ頭、回っている春の太陽、そしてそれらのもっと向こう。君は見る。惜しくものように混沌としていて、しかも眩しいものを。教科書には決して載っていず、蛍の光で照らしても、窓の雪で透かしてみても、正体を表さない。そのくせ君をどこまでも誘うもの。卒業証書の望遠鏡で覗くあなたの未来。沖縄県北谷町 FM ディライトをお届けしています。セレンディキティ5まで。この番組のは FM79@FM-DIRIGHT.JP FM ディライトホームページからリクエストを検索し、セレンディキティ5まで、髪切ってしまいました。わかんない。開けに行ったよ。それでは番組の最後までごゆっくり。私たちの生活の中で、これって偶然じゃないかなと感じることないでしょうか。人や物との出会い、何かを偶然発見する、自分では偶然と思っていたことが、時が過ぎていく中に、あれは偶然じゃなかったと
自分では偶然と思っていたことを必然に変える、そして運命に変える力、それはきっと誰しも持っているはず。普段何気なく過ごしている生活の中でちょっと幸せを発見したり、きっかけに変えてほしいという思いを込めて番組を送ります。この後1時まで生放送でお聞きください。今日は風邪気味のこじゃさんですが、今日のオープニングお届けしますのはジョバンニ・ミラバッシのピアノソロ、どうぞ。あーやばい。あジョバンニ・ミラバッシの、はい、クラシカルになってますね。おジョバンニ・ミラバッシ、やっぱこういう人たちが来るからだ。そうだそうなのよ、聞くとなんかねなっちゃう、そういう頭に。へえ。ちょっとこれ、じゃあチャーリーさんも髪切ってんじゃん、シャキーン。おぉ、私と一緒じゃないですか。うん。なんかさ、後ろ側がさ変わりませんよとか言ってるけど、相当変わってるよね。いや、結構変わってる気がする。変わってるよね。うん、これさ、僕が見た中で一番最大ですよ、今髪の短さ。短さ、ね、短さ。うん、ワコン、それは思う。おぉ、最大の短さ。なんかちょっと一個になった気分。一個みたいじゃない、髪が。中学生みたい。そう、でもそれちょっと嬉しいけど。あ、そっか、あれよりも短いってこと。 あれは長かったよね。カッターぐらいあってパーマしてたから。あ、なんかもう長いのが想像できない。常に1年前は長かったような気がする。長かった、長かった。あ、そうだそうだ、結婚式終わってから切ったんだ。違うよ、結婚式の1ヶ月前ぐらいに切ったんだよ。あ、そうだっけ。そうだ、そうか、基本的にこの前アルバムに渡したあの写真の、あの時の写真の髪型が一番好きで、うん、長かったっけ、いつのだろう、あれは2年目ぐらい。じゃあなんかさ、この美容室に行って何ていうの、髪を伸ばしたい希望はありますから、うん、ちょっとなんか整え、なんていうの、わかる、なんか今伸ばしっぱなしで2ヶ月ぐらい美容室行ってない系の髪になってるので、ちょっとなんか整えてくださいって言ったんですよ。で、髪は伸ばしたいって言って、で、なんかこの本雑誌みたいなので、ね、なんかこんな感じ、ちょっとなんか昔のウルフみたいなみたいなことを言ってたの。あ、ウルフ、ウルフ、こんな感じ、ちょっと短いけど後ろちょっと長いミスみたいなのをやったら髪が伸びるの早いって聞いてたから、へちょっとウルフ系を将来的にはやりたいっていう話をしてたんですよ。うん、そしたら OK、 じゃあ後ろの長さは切らない、で、うん、横を短くしようねみたいな。あーあーって言って、だったらめっちゃ切った。あれみたいな。びっくり。ああ、でも後ろ結構短くなってる。短いよね。うん、そしたから出来上がった後もこの人が後ろは長さ切ってないんでって言ってたの。でも鏡見せられたら、うん、え、切ってるし。短い。絶対切ってるでしょ。本当に短いじゃん。ね。一個だって。本当だ。一個でしょ。いや、1個はもっとなんかこっち反り目入ってる。じゃ、なんか朝起きた時のこのなんか猛者感が1個だった。1個だった。旦那も起きたし、1個だ、なんだけー、しかも今日ワンピースだ、1個だ。ひどくないですか、まったく。そうなのよ。まあ、そういうこともありつつ、まあいいかなと思って、夏だし、いいと思いますよ、ね、夏だし、いいと思いますよ、しょうがないっすと思って、そう、いいと思いますよ、自分がいいと思ったら一番いいと思いますよ、ね、あ、なんか髪短いの見たら髪短いのもいいなって、ね、切りたくなるでしょ、うん、山田さん1回は切りたいな、あと1回は伸ばして、こんななんかちょっと短く、でも短いのも似合いそう、なんかセミも似合いそう。あ、うん、ね、もうちょっと短いぐらいでも、そうそうそう、セミぐらいでもいいかな、いいかな。でも切りたい時バッサリ切りたいよね。うん、超わかる。中はなんかもう結婚式前だったけどバッサリ、はぁ、一気に伸ばしたいんです。あのバングラディッシュに行く時にはもう伸ばします。いつ行くんですか。8年後。いえ、伸ばすんですか。うん、すごいね、やめた方がいいですよ。カリさんそのままがいいはず、うん、えー、今ぐらいがいいですよ。なんかこうしたいんですよ、なんか。いや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 、ダメですよ、短いぐらい、うん、うん、いいです、ね、
バングラデシュの人と馴染んでしまう。バングラデシュ。私は本当にもびっくりした。この短さ。まだ慣れてない。ねえ。いつ切ったんですか。昨日ですけど。切りたてほやほやだ。あ、おとついかな。くらい。でも激鎮してしてたのは。誕生日までは激鎮。もう完全激鎮。あ。もうマックスに、もうマックス、マックスっていうかこの本当にゴールデンウィーク期間中マックス撃沈してて、うん、7日ぐらいにあなんかすごい大量の緑色の鼻水が出るなみたいな、うんうん、でも治りかけって言ってたね、うん、で8日か8日からちょっと仕事が入ってたから頑張ろうって言って言ってたよ、ね、そうだったのか、すいません鼻声でとか言って言いながら話してたんだけどさ、すいません鼻声でこんな仕事してるくせに鼻声ですいません、いや笑いに持っていけるからいいよひもひん出川哲郎みたいあの7月1日にあの県産品フェア、あ、奨励月間、そう奨励月間のパレードやったの覚えてる、うん、行った、その時の司会、暑い中、へえ、あー緊張前、うん、何でまたどっから、話を聞いてる、去年は白間直美さんっていう超面白かったから、去年はこう並びながら、あいいな将来的にあっちで司会できたらいいなって思ってた、うん、そしたら、それは青森、すごい、え青森去年そう思ってたわけでも、あの司会した方が結構すごい方だったから、うん、やっぱあれぐらいのレベルかな、いいじゃん、もう早く事務所の名前考えて事務所だけどこんな鼻声で昨日、あ、音追加言ってるからすいません、いいじゃないですか、うん、本番は7月だから大丈夫ですよ、いやで、そうそう、ブルシール食べたい、入ってくる時にはもう村長で、何で村長なんですか、ね、あ村長、あ初の女性村長、村長はね厳しいですよ、姉妹都市、姉妹村、姉妹村はいい、うん、姉妹村、村長は、まあ観光大使になりたい、あの年を取っても、あ、喋る、PR 大使とか、そう PR 大使、そうなの、村長なんて農業ができないから、いやいやいや、もう虫とかも私ビーッとか言ってるの、ええ私も無理、緑虫とか無理、皆さんは農業を売ってるから、うーん、ダメだ、いやいや、そのそういう人がなった方がいいのよ、いやじゃない、村長がさ虫ビーッとか言ってるの、みんな何でもがっつりできる人がやるよりも、そういうなんか人の弱さを知ってる人がいる、村長イラミネ村長、コジャソンつくのかな、ちっちゃいやつブラック、そう、お家の4世帯ぐらいあ、お家の工事はどんな感じ、えお家の工事、新築、あ、今はスラブ売って3週間はそのままだから、お、乾かすために、そうなんだ、あのメール送った合図を出してました、誰が、あの方が、なるほど、皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは、ピーピー鼻水、はい、もう長いですよこの風、長いじゃない、10日ぐらい経ちます、10日、だって病院に行って薬もらってからもう10日ぐらい経つんですよ、はあ、なんか夏風邪は治りにくいっていう、やっぱそうですよ、ね、あかなって感じ、しかも薬もほら、うん、なんか毎食後、うん、あの株って出されたんだけど、うん、毎食飲まないわけ薬を、あっていうまばらな飲み方するからかなとかも思う、どうなんだろう、やっぱ薬はちゃんと飲んだ方が効果あるのかな、あると思う、絶対ね、はい、なんか薬剤師さんとかも飲み切りでとかね、うん、全部飲み切ってくださいって言うけど、みんな治ってもね、そうそうそう、みんな治った時点で飲んじゃったりするからね、あんまり良くないかもしれない、そうそう、はい、頑張ります、頑張ってください、はい、頑張ってください、そんなにきつくないわけ、うんうんうん、熱も上がるわけでもなく、うん、っていうのがあったんですよ、3つ病院変えて、へえ、そんなに、何だったの、病名違かったの、うん、一緒、なんかみんな風邪みたいな、ああ、ね、きつくないわけ、うん、ああはいはい、はい、とっても、うん、熱はないわけ、休むほどでもないわけ、うん、職場を、分かるか、別に普通だわけ、うん、でもなんか咳出たり痰出たりっていうのがもう、うん、イライラするから、はいはい、病院行って、うん、けど、まあ、薬一箇所でもらって、うん、まあ、治ったかなみたいなので、まだちょっとあるな、
で、まあ、違う病院変えてみようと、うん、でまた違う種類出す、とりあえずあの前の処方された薬にするんですよ、うん、あこれでこうだから次こうしましょうって、うん、で、まあ、あれ治ったかなみたいな、うん、でもまだあれちょっと出たみたいな、またずるずるって、じゃあ3つ目言ってるのが、いつも大体この3パターンに最後に行くのは昔からある病院なんですよ、ちょっと古い感じ、そう、はいはい、いつ行ってもついてる、はい、あ結構あるんですよ、うん、なんか聴診器も3回しか当てない、うーん、2秒ぐらい、ああ、あみたいな健康診断みたい、はい、後ろ向いてって、なんでそこ最後に行くのか分かんない、え完全に信用してます、してない、逆に信用してるから、そうそうそう、そこに行くんだ、昔からあるし、うん、ベテラン分かってるだろうみたいな、見た目とかで、で3回目はで治ったんですよ、おお、じゃあもう最終的になんかここが治してみたいな感じするんだけど、うん、その過程を通ってきたところが絶対なんかあると思う、まあまあ、それはあるかも分かるかも、じゃ最後行かなくていいんじゃないですか、行かなくていいけど、なんとなく気持ち的におじいちゃんに会いたくてそれで癒されて治ったのかもしれない。情が入ってるね。ベロ A もやるでしょ。はいはい、喉赤いとか。ベロ A もしないですよ。え、うん、聴診器当てて、あ、喉赤いね。お、見てるのかお前みたいな。ベロはみたいな。決まり文句みたい。ベロはみたいな感じ。へ、本当についても、2人いついても2人。へ、どんなにいても2人。うん、なんかインフルエンザで大、こう、パニックになった時も、うん、2人。その割に看護さんが3名ぐらいいます。あら、忙しいんじゃないの、やっぱり。たまたま、たまたまじゃないですか。うん。まあ、浦添にね。ね。昔からいますよ。へえ。50年ぐらいありますよ。なんだろう。自分が小学校の時からあるから。じゃあ、え、院長先生変わらないの？なんだろう。変わってる？なんかその経緯がわからないけど、うん、かなり年いった方です。どの辺にあるんですか？え、うん、近く？行ったらすぐわかるかな。まあ、磯にマックスバルっていうのがすごく大きい、あ、分かる分かる、分かります、うん、あの界隈にあります、あー、分かるかもどこだろう、あの界隈、あの辺行ったら分かりそうだね、すごい分かりますよ、めっちゃ近くの、うん、近いですよ、近い、へー、なんとかないかみたいな、あ、そうそうはい、じゃあ、もういっか、ここまで、まあね、明日、あ、これだ、あ、プラス、プラスワン、何、ここと競争してるもう一つの病院があったんですよ、へえ、大平のところ、うん、大平のマックっていうところですか、おー、わかります、薬草通りっていう、はいはい、ローカルのところです、はいはい、うん、でそこ閉めたんですよ、あら、うん、競争してたの、うん、あ、し、もうなんか閉まったんだと思って、うん、で気づかなくて最初、そしたら道歩いてたら、うん、なんかおじいちゃん人みたいとか犬連れてて、うん、なんか自分に会釈する人がいるんですよ、うん、この人誰だろうなっていつも誰だろうなと思ったら、そこの院長先生、あらまあ、ほら、びっくり、びっくり、白衣つけている人しかいつも見てないから、そうだよ、あ、なんか解放国体の帽子みたいなの被って、あ、ね、かわいいにワイシャツポー入れて、うん、でこう散歩してるから、このお年寄りかな、私もこのマキシムの近くに住んでたことがあったんですけど、あ、そうなんだ、そうそうそう、だからこのマックスバリューよく行ってましたし、へえ、そうなんですか、そうです、そう行ってましたよね、あ、そうなんだ、浦添っ子だった時があるんだ、そうそうそう、へえ、ちなみにこれさんのこの生まれた期間で、はい、名古屋に行ったのも知ってるんですよ、はいはいはい、どの期間に浦添に行ったの、浦添はですね、この、うん、名古屋と東京の間に住んでました。へえ、あ、一旦帰ってきてから。帰ってきて、ちょっとしてから浦添に行って。へえ。近くですね。はい、ああ。焼き鳥事件とかもいろいろ。焼き鳥事件？ああ。焼き鳥。ね、それはもうあれですね。あれですね。ミスウルマの時代ですけどね。あ、違う。そうでした。ああ。ウルマ祭りの話。あ、違う違う違う。え、何焼き鳥事件？あの、イオンにある。イオンの中に焼き鳥屋さん事件、何があったんですか、何があったの、え、別にあのこれ放送で言うとちょっとちょっとかかる、ピーになる、ピーになる、あ、今度まだ現在進行形、後で聞こう、あ、現在進行形、なるほど、後で、ね、音楽中に聞きましょう、はい、さあ明日5月10日日曜日は、はい、皆さん、はい、何の日ですか、
黒糖の日。そうです、やった、黒糖飴黒糖わた飴、後藤さんの日。おお、違うでしょ違うでしょ、あれどこ行っても何々の日ってあるじゃないですか。ああ、沖縄県本土復帰5日前。無理やりですね、無理やりですね、じゃないでしょ。母の日です。母の日ですね。何かしますか。何しよう、なんかチキン買ってこうかな。チキン、チキン来ましたよ。なんだよチキンだよ、チキン美味しいからね。えこれ中途半端なんですよ。何が食べれるのに、見ただけでめっちゃ大声でカーッ。いや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 、すごかったよ、ね、もうあれは本当にギャーッて抜刀祭でしたよね。私のですね、鶏を放りドーンと寄せて寄せてない、寄せてない、もう誰にも迷惑をかけないようにこの場から逃げなければ。いやいやいや、もう煙立ってま、一瞬で立ってない、もうあれは完全にもうアウト、計算外。まさかあんな近くに、結構5メートルぐらい、いや2メートル、いや5メートルぐらい、うわーを考えただけ、大きかった、まるまる太ってね、あの茶色いやつで食べれるっていうのがちょっと、謎ですよね。いやチキンヘルシーで美味しいから食べる。さっき話した、あの歯ブラシ加えて寝る自分の妻。ああ、はい。チキンダメなんですよ。へえ。食べるのが？食べるの。見るのも食べるのも全部。あら。へえ。珍しい、鳥嫌いがいるんだ。うん。一切。中途半端ですよ。いやチキン美味しいですから ね、まあ、ね。肉は美味しい。お母さんもチキンが好き？お母さんチキン好きの、鳥はあまり。点点点。じゃあもうどうですか、チャーリーさんは何をするんですか、母の日は。僕ですか、もういろいろ。いろいろやってます。いろいろやってます。あ、そうなん、なんかサプライズでもいろいろやってそう。普通にしてます。へえ。だって母の日と誕生日とクリスマスと、あとバレンタインホワイトデー5つぐらいしかないでしょ。なんかしてあげる。まあ結婚記念日とかね。ああ。なんかさ、私あの昨日。あの娘が保育園で作ったであろう、なんかお母さんありがとうみたいなやつを持ってきてたんですよ、そしたからなんか、そしたからって、そしたからどこの言葉ですかこれ。めっちゃごめん、ぐしかわ出てた。ぐしかわ、そしたから。そしたからさめっちゃぐしかわ出てた今。手とターが違う、そうになってた、めっちゃ。そしたから、なんかプランターみたいなやつに、なんかめっちゃ落書きされてて、プランターってあるだよ。落書き。厚紙でなんか作ったプランターみたいなやつに、平面？平面ね。平面。プランターみたいな、なんか、の絵？鉢みたいなやつ。なんかよく朝顔とかやる四角いやつみたいな。わかる？こういうプランターみたいなのに、なんか手形がポンってあって、この手形の爪のところに花がいっぱいパーってついてるんですよ。かわいい。かわいいじゃないですか。で、これが多分娘の手 で、で、爪に花が咲いてる。プランター、花、手から花が咲きましたみたいな。っていうのがあって、で、これをなんか自分たちでペッタンして、落書きして、お母さんありがとうみたいなやつだったんですよ。成長し、これだけ成長しましたみたいな手形があって。そしたから、そしたからなんかばあちゃんが、あ、れいちゃん今日は何作ったの、ばあちゃんに見せてって言ったから、バッてなって、これはばあちゃんにあげない。あの成長が、ね、成長です。すごい。成長してて、これはばあちゃんにあげないって言って、もう私とばあちゃんもうてんてんてんってなって、そしたからこうばあちゃんが、え、誰なのかな、これはママにだよって言うんですよ。かわいい。そう、もうびっくり。しかもなんかこの取り方も、ばあちゃんがこう取った瞬間、バッて取って、そのばあちゃんにあげないよ、みたいなこと言うんですよ。はぁ。超びっくりして。知恵がついたんですね。そっか、ばあちゃんに取られるって思ったんだ。これはもう絶対ママにあげないといけない。そう、すごいなんか成長感じて、あ、嬉しいなぁと思ったんですよ。トイレから、なんか、ツンツンしてるんでしょみたいな。ツンツンしてるんでしょって
ていうこの娘なんだけど、もう、ね、面白かったの。かわいい。私誕生日の日に、うん、もう撃沈してたじゃないですか。ああ、うん、そしたらなんか撃沈してるわけね。結構食べてました。いやー、そうでもない。撃沈してましたよ。いやいや、なんだかんだで撃沈してて、そしたらなんか寝込んでるものだから、うん、もうみんな周りが普通なんですよ、うん、なんかこういう誕生日じゃないなみたいな雰囲気が出てて、だからこう私の主人もおめでとうって言ったのが夜の9時ぐらいだったんですよ。あ、そういえば誕生日だったのみたいな、はあ、今かよみたいな、3時間しかないしとか、ね、話になるぐらい、もうなんかそういう誕生日オーラがなかったんですよ、激沈しすぎて。ホールを食べる私にとっては、そうそう、いつもワンホールあるはずのケーキがこの日はなかったんですよ、うん、激沈してるからね、うん、そしたから激沈、そう、娘がなんかさ、ママ今日誕生日なんだよって言ってたら、娘がなんか人形に飾る、こうなんか冠みたいなの、超ちっちゃいんですよ、小指に入るか入らないかみたいな冠持ってきて私の頭に乗せるんですよ。で、ハッピーバースデー歌ってくれて、かわいい。その後、サンタさんのなんか人形持ってきて、サンタの帽子の赤いところと白いところあるじゃないですか、あそこを口に持ってきて、ふうしてって言うんです。ろうそく、ろうそくに見えるらしいんですよ、どうやら帽子と白いのが。なるほどね、かわいい。ふうしてとかっていうから、初めてサンタの帽子にふうしましたけど、じゃこりゃみたいな、かわいい。ふうしてって、これにふうしてってっていうような感じがね、え、本当に、びっくりです。いや、なんか元気になれる、そうだ、もうこれもう一人みたいな、誕生日の一つの笑い、はあ、娘っていいですなと。いいな、レイちゃん。そうだったよねえ。いやー、レイちゃんなんか想像力豊か。ね、うん、面白いですよ。聞いてたら面白い。面白い。あれですよね。性格的に若葉も入ってます。若葉ですね。完全若葉。へえ。完全若葉。完全に？完全に。そうなんだ。なんか昨日もなんかばあちゃんに、レイちょっと見といてねって言ったんですよ、旦那が、なんか俺ちょっとサッカー行ってくるから、若ちょっとお家で仕事あるらしいから、レイちょっと見といてねって言ったら、もうそれを聞いたレイちゃんが、もう家に帰らない、もう帰らない、うん、もう家に帰らないと言い出して、あ、怒ってるって思って、怒ってんのとか、うん、もう家に帰らないとか言ってるんですよ。へー、怒ってて、へー、ここら辺が若葉なんですよ。あ、そうなんだ。そう、もう若葉そういう性格で、逆に家出したタイプだったから、びっくりしましたね、娘の、ね、成長、ね、まあこんな感じで多分私たちの親も私たちを見てたんだろうなと思う、ね、でしょ、ね、あ、いや、でも2歳は楽しいです。あ、はい、そのステージがありますね。そう、うん、楽しいですね。まあ明日5月10日母の日、いろいろあると思います。私も今日なんと皆さんから、はい、チャーリーさんたちからいただきました、アジサイ、素敵、嬉しい。アジサイってなかなかね、まあ、今の時期ですよ、あのお家にない。そうですよね、なんかコチョウランとか、はい、そういうのはあるんですよ。だいたいでもランと今、まあよくね、カーネーションは、カーネーションあるよ、一般的に。アジサイってなかなかないからちょっと嬉しいです、私。しかも色が綺麗、綺麗な青、青、そう、この色が好きですね、僕。綺麗です。あとちょっと、赤紫っぽいやつと白っぽいやつとか、完全にもうブルーみたいな、ああ、あるんですけど、元部にこのアジサイ村ってあるじゃないですか。はいはい、あります。そろそろシーズンです。あ、そうなんだ。そうなんだ。北部なんかいろんなのありますね。バラ園とかもありますよね。あります、うん、アジサイ園。これが来るとまあ梅雨が来たかなみたいな感じ。いいですね。さあ、はい。何、梅雨の前に台風が。そう、やだー。12日直撃っぽいですよね。うちらもめっちゃいるかな。直撃なんだ。ぽいです、直撃っぽい。大きいかな、でもあの台風。あ、でも勢力は弱まってるって言ってましたよ、ね、うん、だから暴風域は入ってる。え、そうですか。入ってないかもしれない。うちらみんな特に娘喜んでました。誕生日、あ、何、休みだって、学校休みだって。いや、もう学校は行ってないんだけど。そうだよね、もう目いっぱい何かが休み、レッスン休み。あ、ピローンって。ペロンさあ、行きますよ。メール届いてるので、紹介させていただきます。はい。
お茶パネーム、さくらメールさんです。はい、お花さん、チャーリーさん、覚えてますか？覚えてますよ。覚えてますよ。超2年ぶりぐらいじゃないかな。はい、うん、一度はチャーリーに恋をした、かっこほんの1回だけ。さくらメールだよ。生放送が少なかったからずっと聞くだけリスナーでした。もう何から話していいかわからないけど、うん、サンマ TV 水曜日にやっていた浮気男のダメ男の見分け方見ましたか？男のあそこを見るとさてどこだと思いますか？どこだろう。はい、髪の毛。ブ。違うか。耳。ブ。目。仕草。ブ。目。ブ。爪。ブ。口。ブ。男の服装。ブ。口。ブ。男のパーツですか？パーツだね。ほん？体型。物とかではなくて。じゃない。髪の毛じゃない。あ、眉毛。ブ。手の動き。ブ。首。ブ。なんとかのサイズ。靴？ピパーン。え？足のサイズ。なんで？28.5 センチ以上の人は 26.5 センチの3倍浮気症だそうです。うん、へえ、そうなんだ。足のサイズが大きければ。なんで？3倍浮気症。これは科学的データで、うん、足が大きい人は背が高い、背が高い人は女性から好意を持てる、うん、イコールモテるだそうです。うん、さらに声が低い人も同じような結果に。背が高くて声が低い人は女性が黙っておかないんでしょうね。チャーリーさん。ちなみに私の彼も背が高くておまけに歌が上手かったのでモテモテ、うん、周りからはいつも羨ましがられましたが、家事を一切しないというよりできない、うん、私はあなたの家政婦ではないとやっと言うことができ、今は優しいおデブちゃんと付き合っています。周りからはもったいないと言われますが一生ですよ。まあそういう人生の道を歩くのもその人にあって いいのかも。逆にどんな女性がダメ女か聞かせて。明日から休みに入るので気が抜けてます。では番組がダメ女か。ダメ女？あれこれやっちゃう人とか。うん、ダメ女出会ったことないですよ。ダメ女？うん、ある。あの全部自分のせいにしてしまう人がいますよ。あ、いますね。私のせいで。なんか。ああ。DV に近いものやってもこれは私が悪いからって。あ、これはそう、私その本を読んだことがあるんです、うん、なんかあのなぜヤクザの女はヤクザから離れきれないのかみたいな本があって、それをたまたま読んだことがあるんだけど、うん、そういう精神に男がさせるそうなんですよ。元はそういう人じゃなかったのに、暴力を振るいながら付き合っていく過程で、うん、お前が悪い、俺が悪いんじゃなくてお前のためにやっているみたいな雰囲気を出すことによって、聞いたことある、あ、自分が悪いんだ、彼は私のためにやってるんだ、私が変わらなきゃダメなんだとかってなるそうなんですよ。へえ。それあの、ね、中学でもちゃんと沖縄県警から来て今の話してました。あのデイコっていう、うん、なんか、うん、テレフォン相談があるみたいですよ、県警に。あ、そうなんだ。デイコ、レイコ、レイコ、レイコっていう初めて聞いた。サポートセンターみたいなのがあって、うん、まあ、そこで無料で電話したら、うん、いろいろ、特に DV 中学生なんかね、うん、これは私がダメじゃなくて、あのこういった手を振るったりなんか上からこうやるっていうのは絶対いけない、うん、平等でだからいけないことだから、そこはきっぱりダメっていうものを持っていかないといけないよって、うん、で完全にやっぱり今みたいにマインドコントロールではないんだけど、あ、はで私がいないとこの人はダメになっていくっていう、うん、この2つのパターンがあるっていうふうに、うん私にしかこの人を支えられないみたいな、あるかもしれないね。うん、で自分の生き方をこうその人に合わせてしまって、うん、自分のやりたいことがなくなってしまって、うん、で最後は破壊的になって、この男性が違うところに行った時に自分が結局ダメだったからあっちと、最終的にもう全部自分ばっかり、うん、あ、なるほどっていう支えていくタイプと、うん、もう一つは
この人は自分がいないとダメっていうタイプ、うん、でもう一つはさっき言った自分が悪いからこの人は自分をしつけているんだ、うん、じゃないと自分は甘えていろんなものに走っている、うん、この人の暴力とか何とかで自分を守ってるんだっていう、なんか変に錯覚してしまう2パターンがあります。なるほど、ね、私が思うダメ女は、うん、もうね常に人の悪口を言う、うん、ああ、不満とかいます、ね、います。もう、ね、会うたんびに来てああ、責任能力全くないよね。こんなのの下でどう働けつんだよおいみたいな。ああ、会社のとか、とか周りのとか、会社とか周りの聞いた聞いた、あの人さ超男もさなんだよこれさ、ま、なんかいそう実体験みたいな感じ。あ、実体験だから私にめっちゃ言ってくるんです。はあ、そうそうそう、聞いた聞いた聞いた噂聞いた聞いた言うんですよ。なんか聞いた聞いた、そうそうそう、なんかなんかこの前のさ飲み会でさ聞いた聞いたあ、これさ僕さあの学童のキャンプ行った時、うん、今セラガキビーチ、うん、女村の、女村の、うん、あそこでなんか結構声が聞こえるわけ、うん、そしたらどっかの建設会社のなんかテントがあって、うん、そこで話し声が聞こえるわけ、うん、で金城さんの話聞いたって言って、その金城さんが1時間悪口言われるんですよ、うん、でそこで女性の人たちも一緒になってこの上司と一緒になって悪口言って、うん、それからちょっと静まるんですよ、うん、でまた2時間ぐらい経って金城さんの話なんですよ。サンクール、そんなに、うん、だいぶ標的ですね。相当なんかで、でも、うん、言ってることは全く一緒だ。うん、同じこと。あ、そういうことがね、あるなと思います。あと一つは、うん、何でも勝手でいいねみたいな、めんどくせえみたいな。いるの？どちらかというとなんかドラマの世界なんですけど、うん、やっぱなんていうのかな、そういう若い世代が。めんどくせえ、何でもなんかめんどくせえ、お風呂入るのもめんどくせえあ、でも人がこういう話してるときに、うん、さっき言ったでしょ、自分なんか聞いてしまうわけ、うん、寝てるのになんかやけにそこに聞いてしまうわけ、うん、で学童でこう片付けしてテントとか片付けやってるときに、うん、はあ、昨日眠れたって話になって、うん、え、なんでって、あのどこの建設会社のずっと近所さんの話してなかった、自分も聞いてるしそこも聞いてるし、あ、みんな聞いてたんだ、みんなテントの中で近所さんの話聞いてた、はあ、居酒屋でなんかわーってなんかやってる中で時々なんかこう入ってくるのかな、あるあるある、うん、こうなんだな。ああ、なるほどね。うーん、面白いですね。さあ行きますよ。はい。若菜さん、チャーリーさん、南さん、皆さんこんにちは。おちゃぱネーム武蔵です。はい。こんにちは。今週からゴールデンウィーク、あ、これ先週だね。はい。うん、ね、今週からゴールデンウィークに突入していますが、うん、今年は5月と9月に大型連休があり、各地で賑やかになると思いますが、はい、皆さんのおすすめのスポットやイベント、映画などがあれば教えてください。そうですよね。もうゴールデンウィーク終わっちゃったんでね、はい、まあ皆さん楽しんだと思うんですが、はい、一つね、うん、なんか私誕生日の時になんか面白いメールが届きまして、うん、実は5月、うん、皆さんカレンダー見てください。5月、はい、5月2015年の5月のカレンダー、うん、5つの金曜日、は、5つの土曜日、お、5つの日曜日、すごい、があります。このようなことは、うん、823年前に一度起こります。へー。すごい。すごいでしょ？そうなんだ。そう。金土日が5回あるわけ。あー。これが823年に1回だけ。へー。すごい。なんですよ。本当だ、どこ見てもない。すごいよね。うん、金土日が。私もびっくりしたの。へー。で、800年待たんといけないの？そう。じゃあ歴史的な今通過点にいるんだろう。そう、私たち。俺たち。すげえ。本当だ。すごいでしょ。だから私たちの孫でも味わうことが多分できない。できないな。へえ。ものなんです。すごーい。そうなんですよ。これを貴重5月。財布と呼びます。財布？財布。なんでなんで？風水ではこれらを大切な人にお知らせをすることで金運を招くと言われています。うん、あ、じゃあ小枝さん今ので。そう。
金運が少しあ上がったんだしね。はあ、はあ、金運なんだ。そう。で5月の誰かに伝えよう。関係ないけどここからあの目だけ今見えるんですけど、はい、話したら見えなくて。はい、福山雅治に似てます。嫌なんですけどちょっと。あんちゃん。あんちゃんなんで男性なんですか。え、いやいやいや。こう髪型と目と。福山。いやなんか嬉しいような嬉しくないような複雑なんですけど。福山の妹みたいな。みたいな感じ。はい、行きますよ。財布財布。でこれ5月7日に届いてたんですけど、でちなみに今日は1年で一番運の良い日、天が全てを許す日と言われています。なんでってなんかね、悟空の日が天なんとか日って書いてあるんだけど、ね、漢字がちょっと読めないんですよ。ちょっと見せてください。これです。なんとか日か、え、あ、天赦じゃないですか。天赦日、天が許す日。天赦日、恩赦とかのあの日ですですかね、うん、まあそういう日と言われていますだそうです。しかも、うん、いい国作ろう鎌倉幕府ぶりだから、時代、いい国作ろう鎌倉幕府の時代に今日この3つの金土日があったらしいんですよ。すげえ。だからすごいでしょ。すごい。いい国作ろう1192年から、はい、だから時代がお金の流れが変わる年です。え、時代とお金の流れ今日。そう、いや5月7日私の誕生日の日が、あ、なんだ、過ぎたんだ。だ、全てを許す日と言われていて、あ、年がね、この年、この金土日の、そう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 、なんか言ってきたじゃないですか、小田さん。なんか私今年はなんか大凶ね、大凶星人。あ、そうだ、大凶星人、大凶、大凶。そうなんです。言ってた割にはなんかいい感じのあれ、ね、なんかびっくりしたんですよ。だからこれ聞いて、あ、ちょっとなんかプラスになったなって激震しながらちょっと思ってたんですけど、めっちゃへーでしょ、めっちゃ福山嬉しいですよね。まあそんな感じで、まあ今年は本当にすごく珍しい年。確かに鎌倉幕府時代の時を経ていい国作ろう今月来てるんですよ。鎌倉行きたいですね。すごいね。はあ、はい、そういうことです。はい、さあ突然ですが皆さんにクイズです。はい、ちょっと鎌倉語らせてください。はい、何です、聞いたことありますか。ないですよ。ないです。鎌倉ってどこにあるんですか。神奈川県ですよ。ああ、温泉の鎌倉。はい、いや、あの鎌倉幕府があったんですよ。はい、うん、江戸幕府の前に幕府神奈川県にあったんですね。そう、幕府が開いたって言うと二つしかないんですよ、日本で。江戸幕府と鎌倉幕府。江戸と鎌倉。その幕府が開かれたところなんですよ。で語ってますけど、すごいところなんですよ。何か。中心を送って、そこはいろんなパワースポットになるようなものを選ばれたところなんですよ。鎌倉って唯一。そうなんだ。ほう。で、ちょっと考えてみてください。例えば鎌倉でしょ。うん、あと京都、御所でしょ。うん、あと平泉とか、うんうん、平泉どこですか。平泉は、石川、うん、中尊寺平泉って金色堂が、うん、そこ震災の時に崩れなかったんですよ。震災があったんですか。石川あれです、津波とか。石川県、うん、あ、石川じゃないや、福島じゃなくて、福島じゃなくて、あそこです、北信越、岩手です、岩手。はあ、はあ、うん、揺れなかったんですよ、うん、残ってたんですよ、中心で。あと、まあ鎌倉もね、そのまま残って、うん、まあ、京都なんかもデーンって真ん中にあるので、うん、この鎌倉幕府ねの鶴岡八幡宮っていうところが、うん、とってもいいとこですよ。へえ、うん、あの海からまっすぐこう伸びてきた道が、うん、光、あの太陽がいずる場所をそのまままっすぐこう作っていくという、とっても綺麗なところですよ。でそれに沿ってあの江ノ電が走ってるんですよ、うん、でこれも街を崩さない、景観を崩さないようにということで、家と家の間をこう迂回しながら通ってるんですが、あ、行きたい。そこにね、うん、あの普通だったらありえない格好でサーファーがボード持って入ってくるんですよ。ほう、みたいな感じでしょ、うん、砂じゃらじゃらつけて、うん、でまたちょっと行けばこの風林市とか八幡宮の
ほうほうほう、いろいろあるね。ぜひ、ね、鎌倉行ってみたいですね。行ってみたい。はいいし、あ、そうなんですね。ま、あの有名なあの大銀杏の木もありますよ。あ、へえ、うん、ここで源の実朝が暗殺されたっていう場所、うん、はこの木に隠れてやられた、やられた、わあ。ぜひね、歴史的ある鎌倉、ね、行きたいものですが、行きたいですね。さあ時間がないので行きますよ、はい、チャーリーさん、岡田さん、南さん、こんにちは。こんにちは。私ですよ、はい、沖縄一の謎かけ名人、ケーシー高飛車です。あ、おお来た。本当にご無沙汰しています。本当ですね。はい、若菜さん遅くなりましたが誕生日おめでとうございます。あ、ありがとうございます。チャーリーさん、南さん、新聞にてサテライトスタジオの記事読みましたよ。川口京吾さんとご一緒だったんですね。羨ましいです、はい、私はと言いますと毎日が絶好調、うん、このゴールデンウィークも職場で那覇ハーリーに出場、みんな初参加で楽しいなり、 お笑いライブに参加したり、歌のライブに飛び入り謎かけを披露したり、うん、充実しています。皆さんのゴールデンウィークはいかがでしたか。ではここで謎かけ、インターネットとかけまして、はい、ライカムと解きます、うん、その心はどこにつながるにもドットコム。うまい。ドットコム、インターネットでドットコムってあるじゃないですか、うん、でライカムは、ライカムはドットコム。ああ。うまい。込み出す、込む、それではまたという、うまい、はい、え、以上です。もっとないですよ。もっとって感じなんですが、高橋さん、もっともっともっと、何ですかもっとって。はい、まあ、5月9日今日はですね、はい、あの私の伝説の元彼、彼の誕生日なんですよ。へえ、ボタンの、ボタンの、ああ、ボタンの彼、あの指輪を一緒に投げた、あの、そう、彼の誕生日でもあり、5月9日、そう、へえ、そう、だから私たちね、5月9日が彼の誕生日で、5月7日が私の誕生日なので、うん、真ん中バースデーで8日に一緒に誕生日してたんですよ。懐かしい、真ん中バースデーとかやったね。ありますよね、あったんですよ。で、今日5月9日、うん、あの車に乗った時にナビがプン、5月9日今日は何とかの日ですって言うじゃないですか。ありますよね。そしたら今日は何の日だったか分かりますか。ナビが答えたやつ、はい、プン、おはようございます。5月9日土曜日、今日は何だろう。答えは何だろう。南さん、わからない。黒糖の日じゃなくて、うん、ゴロ、黒糖の日ではない。さっきちょっとヒントがあったんだけど。誰が。私が持ってるもので。ええ、答えは、待って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 、ちょっと待ってください。はい、チャーリーさんも大好き。ブー、チャーリーさん大好き。答えは、待って、もう言いますよ。待って、大好きなもの、なんか人の口から言って。もう大好きです。T シャツも持ってます。は？黒髪の長い女の日。ブー。怖くない？9月9日、今日は黒髪の長い女の日です。怖いわ。怖い、怖い。怖い。めっちゃ怖い。なんだろう、高3、高3。高3。答えはですね、うん、プン、5月9日土曜日、今日はアイスクリームの日です。あ、ということで、アイスクリームの日なんだ。そう、今日はアイスクリームの日だそうなんでしょ。だからさっき言ったでしょ、そう、アイスといえばブルーシールでしょ。さっき持ってきた時に、あ、何ブルーシールって南さんが言ってたので、うん、まあちょっと気づいたかなって思ったんですけど。全然気づかない。あ、本当。そう、アイス食べたい。今日はですね、そんな沖縄のアイスクリームを代表するブルーシールからちょっと情報をお届けしたいと思うんですが、ブルーシールって皆さんどういった印象、まあ、どういった歴史があるかなって感じします。カリフォルニアドリーミングの味ですよね、うん、沖縄アメリカンスタイル、おね、沖縄生まれアメリカ育ちって感じでしょ。沖縄生まれアメリカ育ち、それちょっとおかしくね。アメリカ生まれ沖縄育ちでしょ、うん、ってみんな言うんだけど、それはどういった意味でだったのかっていうのを、私は昨日この資料を見て初めて本当の意味が分かったんです。これブルーシールの、そう、ブルー、フォーモストブルーシール株式会社代表取締役の、うん、正明さんから、はい、地元に根ざし県民に愛される企業へということで、ブルーシールの歴史が書いてあります。1948年、うん、ということで、私が生まれる40年前なので67年前になります。うるま市にある
米軍基地内において、うん、アメリカ資本により創業したフォーモストブルーシール社、うん、だから最初は基地の中でアメリカのお金で建てられたんですね、うん、はい、米軍基地に従事する方々へ乳製品をこう提供するために設立されましたが、うんうんうん、20年後ぐらい1963年に現在の浦添市牧見田に店舗を構えました、うん、そしてこれまでめったに味わうことのできなかったブルーシールが県民にも身近な存在に変わり、以来アメリカ生まれ沖縄育ちのアイスクリームとしてアメリカで生まれた製造法を守りながら沖縄県産の素材を取り入れることで沖縄独自のフレーバーを商品化するなどして県民や観光客の方々にも受け入れられて親しまれてきましたっていうことなんですよ。ただですね、うん、昨年、これ去年の中2年前ですね、うん、創業から65年目を迎え長い歴史とともにシンボルマークとして活躍してきたブランドマークを一新。そうなんですよ。そう、そうですね、昔はですね F を持ち、フォーモストの F っていうのが大きく出て、まあ、ブルーシールみたいな感じで英語で書かれてたものも、F のラインが、印象的だったマークより、元気活発沖縄の海や風笑顔を印象つける形へ今のこのブルーシールの形になってます。へ、ちょっと丸っぽい感じに、ちょっと青いなんか波のね、形のしたブルーシールって書かれてるマークになっています。馴染みは昔のがなんとなく好きなんですけど、ね、なんか F の、うん、ちょっとアメリカンチックな感じのマークなんですけどね。あれ好きが好きだな、うん、まあ、そういうこともありました。はい、そしてですね、うん、このワッター島のアイスクリームをテーマに地元を密着していく、うん、この社長のですね、うん、いろいろな挑戦により、うん、まあ、今またブルーシールがすごく愛されるようにはなっています、うん、はい、そして時代に合わせた取り組みということで、うん、今ではですねインターネットを活用した通販事業、そして SNS にも力を入れ、うん、まあ、ヤフー楽天通販サイトでもブルーシールをギフト系で商品を購入することができるということなんです。そしてですね、私びっくりしたのが、地元貢献ということで活動しておりまして、うんうん、例えばFC 琉球や琉球ゴールデンキングスのサポート、うん、ピンクリボンやオレンジリボン、サンゴ保護支援、そしてジュニア育成、うん、さらにはですね、うん、オリジナルで作り上げた大型絵本の読み語り活動。へえ、そんなのもやってるんだ、はい、ということでそういうこともいろいろやってまして、またブルーシールと一緒に歴史を歩んできてくれたご年配の方々がいる施設での模擬店、この模擬店ではリハビリを兼ねた目的のもと取り組んでいますということで、この社長はですねすごくいいなと思ったのが、アイスを頬張る子どもたちの笑顔を見るとこちらも力が湧いてきます。またご年配の方々がブルーシールアイスを見ると普段物静かな方々も子どもの頃を思い出すのか会話が弾み、体を動かすことが少なくなった方々も体を動かし手を伸ばし明るく美味しそうにアイスを食べてくれる姿を忘れることができません。ブルーシールのアイスには人の心をほどけさせ笑顔にさせる力があるのです、うん、ということで、この沖縄県民に愛されるブランドブルーシールをまずは100年守り続けるための努力は惜しまないと誓っているということで、はい、でね、ちょっとブルーシールの中見ますと、うん、ここ店内ですね、見ますとちょっとアメリカンチックだなっていうのがあるんですけれども、うん、それがですね創業当時のカウンターとかを再現した形になってるんですね。今のね、はい、あ、そうなんだ。そうそう、だからそこもなんか歴史も守りつつ、そして新たなこう活動、そして皆さんの答えにもこう答えていくというような、うん、いいね、社長のそうそうそう、あれに似てますよね。ファンケルト商品、ファンケルト、ファンケル、ああそうなんだ。ファンケル化粧品のテーマで、ファンケルには年に数回赤ちゃんとお母さんがやってきます。つまり育児休暇を取っているお母さんを社内に呼んで、はい、でそれでカウンセリングをしてる。おで、ファンケルは女性の笑顔を大切にしている。それはもちろん従業員に笑顔を作れない会社がなんで皆さんの笑顔を作れますか。ファンケル化粧いいね、いいね、いいですね、シンプルに、いいよね、ファンケル、ね、いやでもブルーシールの社長素敵、ね、子供たちの頬張る笑顔が忘れられないとか、そうなんですよ。
だから、だからやっぱり美味しいんだなと、うん、こう作る人をこうやってる方たちがね、そうそうそう、愛情があるなと思っていいなと思いました。まあ、今日はアイスの日、昨日はゴーヤの日でね、たくさんの方がゴーヤを食べていたとは思うんですけど、うん、まあ、今日はアイスの日なので、うん、天気もね、まあ、いい感じに、まあ、暑い感じも、うん、あるので、ぜひ。でもあのゴーヤにこう、はい、うん、アイスを乗せて食べる空港であったんですよ。苦くないですか？あ、いや全然 OK ですよ。あのフライにしたゴーヤ、フライをアイス、ゴーヤフライ、ゴーヤフライ分かります、うん、スライスして、うん、お、分かりますよ、カリカリにした、はいはい、あれをアイスの上に 2,3 個乗せて、おしゃれと思って。美味しいのかな、アイスの上に乗っける。うん、そうそうそう。あ、じゃあアイスはゴーヤ味ではない。いや違います。皆さんなんか今それ想像してましたよね。それ想像してた。こう、この苦味と甘さが良かった。ちょっと想像ができないんですけど、いやうまかった。昨日ゴーヤの日で、はい、ゴーヤの、うん、ゴーヤあるじゃないですか、はい、ゴーヤを真ん中から半分に切って、うん、で中くり抜いて、うん、そのくり抜いたところにゴーヤジュースを入れて、ゴーヤ飲みました。何その試み。下のところ苦い、とっても。苦そう、うん、お家で。いや仕事でだったんですけど。あ、そうなんだ。わあすごいね。こんな飲み方贅沢と思って。確かに。ちなみにね、うん、ゴーヤ腐らす熟すると黄色になるでしょ。なりますね、うん、種は甘いらしいですよね、はあ、赤い種、うん、へ、甘いですよ。食べれるんですか。食べれます。甘いらしいです。甘かったです。あ、フルーティーな感じになるんですよね。甘いです、甘い。あの苦いゴーヤーから、そう、フリカなのでやっぱり、あ、ね、めちゃくちゃ甘い。そうなんだ。なかなかね、黄色になって食べる沖縄県民いないと思うんですけど。そこまでは置かないかな。まず試してみたんですよ、うん、本当に甘いかどうかって、うん、甘かったです。へー、すごい ね。この黄色の周りはどうするの。このゴーヤの実は黄色はもう食べられない。あ、実だけ、種だけ食べるんだね。それならそこまで待たないな、ね、うん、ゴーヤがもったいない。さあ、そして武蔵さんから、はい、5月5日僕の誕生日だったので、おめでとうメッセージをお願いしますって。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディア武蔵、イエイエイ、ハッピーバースデイトゥーユー。最近武蔵のね、戦艦武蔵、はい、あの引き上げ、あれ沈んでるの写真とかありましたよね。ん、最近、うん、実際ですか。それから武蔵がこう大砲をパーンって撃ってる写真が出てきたんですよ。うん、世界一大きなこの手法を持ってたってですね、大砲。うん、すごいですね。すごい、日本の技術すごい。すごいですよ。すごかったんだ。戦艦。なるほど。ね、まあそんな感じで、はい、もうなんか1時間あっという間なんですけど、はい、武蔵さんからね、いろいろクイズも来てたんですが、ちょっと時間の関係上で、はい、まあ来週に回したいと思います、はい、さあ5月、今週土曜日、うん、いやじゃないですね、今月土曜日は5回ありますから、うん、皆さんね、ぜひ5回か、823年ぶり、3年ぶり、はい、すごい、鎌倉幕府時代以来ですから、以来ですね、はい、行こうぜ、鎌倉、イエイイエイ、はい、さあ、はい、そろそろエンディング、小田さんよろしくお願いします。早いですね、はい、皆さんありがとうございました。僕の秘密を聞きたいかい。とっても簡単な秘密さ。物を正しく見たいなら心で見なくちゃ。だって大切なことは目には見えないんだから。この世界には目には見えなくて心でしか見えないとっても大切なことがあるってことなんだ。茶館長 FM 未来からお届けしましたセレンディピティ507、1時間お楽しみいただけましたでしょうか。そろそろお別れです。セレンディピティ507、パーソナリティはチャーリーウー、イエーイ、こじゃわかんな、イエーイ、山田みなみ、イエーイ、でお送りしました。この番組は島のクオリティライフを作るオリジナルプリントウェアのマトエンタープライズ、ユニフォームを通して快適な価値ある商品を創造、地域社会に貢献する日清商会、各社でお送りしましたよ。それでは皆さん、明日は母の日、今日はアイスの日、うん、たくさん美味しいアイスを食べて、明日お母さんに感謝の気持ちを伝えてくださいね。それではまた来週です。さようなら、さようなら、さようなら、いざ鎌倉最後までいざ鎌倉。
鎌倉にこだわりましたね。あれ美味しかった。あるよ。プレゼントしようじゃない。あ、チャリさんお前食べたから。あ、ちょっと空いてるんだけど。へえ。一個買ったの。これのなんか大きいバージョンとかがちょいちょい出てきてる。そうあるでしょ。うん。スーパーに前売ってた。シュラトマトアイス。わー本当だ。ブルーシールかなこれ。出てるの？うん。数量＆沖縄県内直営店限定。わかんない。調べたら出てくるかもしれない。なんかアイスの日ってたくさんない？いや。なんかブルーシール結構。なんか毎月何日はクレープの日とかやってる気がする。うんうん、これは多分ちゃんとした制定されてるんだと思う。日本で。うん。日本？うん、ナビが言うからさ、沖縄だけじゃないんだと思うよ。あ、本当だ。ポーラベアクリームチーズ味発売。美味しそう、ね。連休明けだから。うん。そうなのかな。東京オリンピックにアイスクリームのシーズンとなる連休明けの5月9日に記念事業を開催して合わせて出発生のアイスクリームをプレゼントしたことでアイスクリーム。何何もう一回。東京オリンピックの日に。うんうん、こう連休が明けて、うん、5月9日ね、うん、それを連休明けっていうことで、まあ、それが記念事業となった、うん、5月9日をアイスクリームの日。へえー、なんか結構やっぱつけたがりですね日本人は、うん、いろいろと。そうそうそう、毎日なんとかの日ってあるからね、実際多分連休でさ、うん、その時に何か持ってきたらだからちょっと日にちを外したんじゃないか、まあ、みんながもう連休終わってはぁみたいな、疲れたからみんなこの日にゆっくりしろと、あ、うん、食べて、うん、でもゴールデンウィーク終わって2日仕事出てまた休みって、うん、早くないですか？いい感じだよ、うん、次の休みは75日後です。そうそうそうみたいね、75日後あの定休日、うん、祝日が、あ、そんなに開くんだ。そうみたい。へえ。でも9月も5連休あるし。うん、ああ、そっか。6月だ。びっくりしたのが宮崎駿。お。ああ。共同。辺野古の？辺野古基金の共同賛成者に入った。すげえことだと。ね。辺野古反対運動の基金、基金。あ、お金？うん。なんか。こう移設を考えるための基金が今1億6000万ぐらいあって、うん、この代表者の中に影響力あるね。確かに。ニュースでやってた。うん、やった。それか、うん、なんか宮崎駿って書いてあった。うん、監督最後風立ちぬだったさ、うん、なんかやりたかったんだけどこのままあの業界にいたらなんかいろいろなんかシャットアウトされるから、うん、それでもうやめてそこに本当に自分にやりたい。この人もともとじゃあこういうことがやりたかったっていうだはずよ。ナウシカとかみんな平和だよ、ね、もともと持ってるテーマなんか自然系だよね。うーん、自然に虫とか、そう、あ、とか人間がちょっと入り込んだらうわーみたいな、うん、ダメだみたいな。宮崎駿の一つのキャラクターで一貫してるの何か分かる？ナウシカから始まる。必ず彼のシリーズにはこれが出てる。なんだろう。森？なんかその森の妖精、うん、悪いやつ、うん、あるものが出てる、うん、最後もこれで、これがもう最後に、最後これをメインに持ってくる。飛行機飛ぶもん。へえ。最初ナウシカのメビウっていうのがあるね。
で、紅の豚のもの。で、もののけも竜が飛ぶ。必ずそのように飛ぶ。で、ラピュタも飛んでいるもの。で、あのバタバタのおばあちゃんでしょ。全部、この飛ぶものを最後に持ってくる。で、一番最後にゼロ戦持ってくるでしょ。風たちも。なんか、ジブリシリーズは全部そういったものが。で、あの、猫バスも飛ぶさんね。何を伝えたいんですか。共通して飛ぶのを出して。あれじゃん。飛ぶっていうのはあのナウシカのあれまでだけど、神の領域です。人がこう届かないところの部分っていうのを何か憧れていったみたいな。深い。深いと思う。そういう見方したらまた変わるな、うん、ラピュタみたいな。あのあれでもあの前お箸テレビで見なかった。お箸って西洋はフォークとナイフ、こういうふうに置くさ、うん、料理、まあなんてうん、韓国もお箸はこういうふうに置く、うん、ああ見た見た、お弁当作りみたいなやつやった。そうそうそう、日本だけこう奥さん結界っていう境目、神の領域と、それから人間の、だから飛行機もその地上から離れた段階で神の領域っていう、だから死んだらみんな天国に血をつけないっていう、全部羽が生えて天使、だから向こうの世界とここの世界は分けられてるのが宮崎駿が描こうとした向こう側の世界。前小江さんがあの何だかかしあん覚えてる、あんかかしあんぬいかかしって字、あーなんか山なんとかみたいなの、安山、あんざんじゃなかった、